さんこんにちは、リサです。今日はですね、最近の購入品をご紹介したいなと思います。リピートしているものもあるんですけど、ご紹介していこうかなって思います。まず最初に Amazon で頼んだものからご紹介していこうと思います。最初がこれはね、ちょっと初めて買ったんですけど、ラッキー&ミーっていうメーカーさんのオーガニックコットンでできている薄めの下着ですね。で、ちょっと中身がね、ちゃんと入ってるかっていうのだけ確認したかったから開けちゃったんですけど、まあ、こういう感じの箱に入っていて、で、このパッケージっていうのも 100% リサイクルのものからできているっていうことです。はい、裏こんな感じで、オーガニックコットンって書いてあります。で、一応まだ履いてないので、新品なのでちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、こんな感じで、ちょっと今ね、1回届いてすぐ出して確認したんで、ちょっとぐちゃぐちゃでもっと綺麗に入ってました。3つ入ってて、今日はピンク、娘好きなピンクにしました。見た目は普通ですよね、普通のパンツ。レースついてて可愛いです。ハート柄とチェックと、最後はね、可愛いんですよ、これ小花柄、可愛いですよね。今まで履いてたやつがもうちっちゃかったっていうの、ちっちゃかったし、履きすぎてなんかもうウエストのゴムがもうクタクタになってきてて、ゴムじゃなくなってきてるものも出てきたので、今回買い替えたんですけど、今まで履いてるもの、まあ今履いてるもの、これを買う前ずっと使ってたものも、ずっと全部オーガニックのコットンからできた下着を娘は使っていて、頃はもちろん紙おむつだったんですけど、途中からもう布おむつに変えて、そっからなのでずっとオーガニックコットンで、そういう下着は全部、はい、やってきました。で、これについては過去にも少し動画でお話ししてたんですけど、あまり長々と話すのも話がかぶっちゃうのでしないんですが、まあ、やっぱり、ね、特に女の子っていうこともあるし、まあ、別に女の子だからっていうことはないんだけど、やっぱりね、下着選びっていうのはすごく大事で、大人のね、女性もちろん私もなんですけど、やっぱり経費毒っていうものがあって、やっぱそういうリスクを回避するためにも、下着は必ずオーガニック、私もそうですし、コットンのものを絶対選んで。経費毒については、ぜひぜひ調べてみるといいと思います。すごくびっくりすることばっかりだし、でもびっくりすることだけど、知ってからできる範囲で少しずつ取り入れてみるといいと思うし、私は本当に布ナプキンとかにも変えたんですけど、それもオーガニックのものを使っていて、本当に冷えがなくなったし、女性はちょっと変えてみると違いを感じれるところじゃないかなって思います。なのですごくおすすめです。はい、で、そんな感じで、まずこれでしょ、これはもうリピート品だし、これもね、前の Amazon の購入品とかでご紹介してるんですけど、バンブーの、歯ブラシですね。こんな感じで箱に入っていて、もうこれは何年もこれで使ってます。で、ちなみにうちはキッズの方ですねを買ってます。キッズ、カラフルキッズバンブーって書いてありますね。そうで、一本お見せするとこんな感じで、サイドに名前が彫ってあって、こんな感じの先端もこんな感じの歯ブラシで、こんな感じの歯ブラシになっていて、で4色あるので、うちちょうど4人家族なので、もう色で分けてやってます。主人も子供用のを使ってます。でも歯ブラシってアメリカのものってね、すっごい大きいんですよ、磨くところが。だけど歯医者さんに行った時も、なるべくちっちゃいものでこう細かく磨いた方がいいっていうお話を聞いたので、うちはこれでずっとやってます。これをご紹介した時にもお話ししたんですけど、これよりもっとナチュラルなバンブーのものってたくさん売っているんですね。だけど私がなんですけど、アイスクリームの棒とかもそうだし、割り箸とかもそうなんですけど、竹木っていうのかな、なんかあれが口に触った時の口触りっていうんですか、あれが今も思い出しただけで鳥肌が立つんですけど、なんかもう
無理で、アイスとかもこう持てないんですね。あのアイスの棒を持って食べることができなくて、いつもなんかあのビニールとか、あのアイスが入ってるビニールとかにくるんで持たなきゃ食べれないし、割り箸は本当に絶対使わないんですけど、なんかそういうのがあって、これは結構竹素材なんだけど、あんまりそこまでこう木っぽくない、竹っぽくない感じなんですね。ちょうどいい感じなので、もうこれを使ってます。そうだから、これよりナチュラルなものはあのたくさんあります、はい。まあ、だけどやっぱりプラスチックじゃないものの方がいいなって思うし、使い心地もすごくいいんですね。でそんな高くないし、なのでこれをずっと愛用しています。次が、これもリピートなんですけど、アガーアガーパウダーですね。アガーパウダーです。これはゼリー、こういう感じでゼリー作ったりする時にも使うし、何にでも、何にでもというか、もうお菓子作りには必須なので、いつも買ってます。で、いつもこのエコテイストっていう会社になるのかな、エコテイストかな、アガーアガーパウダーを使っています。なんか別にこれじゃなくても正直たくさんあるし、何でもいいと思うんだけど、なんかこれを使ってます。なんでなんだろう、わからないわからないけど、はい、そんな感じでこれを買いだす。で最後は、これはね、あのアマゾンじゃないんだけど、私のお気に入りのお茶 でなんか一時期コロナになってから、別に関係ないと思うんですけど、なんかね、お店で全く見なくなっちゃって、でなんかネットで買うと1個で買えなかったりしたし、なんか1回消えたんですよね。で最近また見つけて買ってきたんですけど、このオーガニックのローストしてあるタンポポルートだから、タンポポの根になるのかな、のお茶です。タンポポ、ほんとこんな感じで、色もね、ほんとこういう感じの、なんか濃い、濃い麦茶みたいな色です。そう、これすっごく美味しいんですね。でなんかこのハーブティー、こういうなんかこの会社もそうなんですけど、なんかこういうハーブのお茶ってアメリカすごくたくさんあって、なんか例えばスキンデトックスとか、なんか寝る前に飲むといいですよとか、女性にこうちょっと特化したお茶とか、たくさんたくさんあるんですけど、私結構ハーブティー苦手なんですね。カモミールも子供たちは好きだけど、私はなんか好んでまでなんか飲めなくて、そうなんだなんです、なんですね。だけど私はコーヒーよりお茶派、コーヒーあんまり好きじゃないし、体に合わなくて飲まないんですね。だからやっぱお茶は結構好きで、ハーブティーよりもやっぱりお茶が好きで、でアメリカで買えるお茶の中でもこれが一番すごく好きなんですね。ルイボスも好きだけど、私はこれの方が好きです。なんか日本のごぼう茶にこれすごく味が似ていて、すごい好きです。でもうなんか、ちょっと変なところから開けてるけど、こんな感じでたくさん入ってて、こういう感じ。これね、すごく美味しいので、あのおすすめです。ただね、あのここにも書いてあるんだけど、ちょっと煮出すと、煮出すっていうの、なんて言うんだろう、こう入れとく、なんていうの、こう蒸らす時間っていうのが10分から15分って書いてあるんですけど、そうちょっと長いんですね。そうでもね、別に私今もこれ飲んでるんですけど、こういうのにもうお湯入れて、なんかこれを入れといて、こんな感じで入れといて、なんか違うことをしといたらもうできてるっていう感じなので、別に私はなんかすごい長いって感じたことはないんだけど、すごく美味しくて、これね、おすすめです。なのでアメリカ海外在住の方、もし見かけてごぼう茶とか、ああいうちょっと土っぽいって、土っぽいででもいいのかな、なんかそう、ああいう感じのごぼう茶とか、あの好きな方はぜひ試してみるといいんじゃないかなと思います。このメーカーのでもね、あのお茶系は結構好きで、ヨギもいいんですけど、私結構こっちの方が好きです。はい、じゃあそんな感じで、ちょっとあのすごくざっくりだったんですけど、最近買ったもの、そしてリピート品をご紹介してみました。どれも本当にリピートしてて、まあ、これはね、初めてもちろん買ったんだけど、かわいい、なんか捨てるのもったいない、何これ、金魚さんかわいい。今日は、最近の購入品をご紹介しました。はい、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。